ぐの笛。昔、飢饉の続いた年がありました。その村には鶴が大変たくさんいました。鶴たちは毎日食べ物を探して歩きましたけれど、どこにも食べ物がないので、気の早い鶴はみんな旅支度をして遠くへ飛んで行きました。すると、足の悪い鶴とそのお嫁さんだけがその村に残ることになりました。足の悪い鶴はみんなのいなくなった寂しい沼地の淵の足の茂ったところに立って、みんなが飛び立っていった空を見ていました。ある日、鶴のお嫁さんは水際の中を一生懸命くちばしで食べ物を探していました。小魚でも一匹ぐらいいないかしら、土壌でもいい。もう今朝はさすがにフラフラになって一生懸命あちこち探していました。朝日がキラキラ光って広い空に浮き雲が一つ西の方へゆるく流れて行きます。若木の林の中はところまだらに日の光がけぶっていて美しい景色でした。するとしばらくして何とも言えない美しい笛の音色が聞こえました。おや、何だろうと思いました。今までお腹の空いていたお嫁さんの鶴はふとお腹のくちくなるような気がして、その美しい笛の音色を聞いていました。そっと笛の音のする方へ歩いて行きますと、足の悪い鶴が横笛を吹いていました。おやおや、あなたが笛を吹いていたのですか。お嫁さんの鶴が尋ねました。足の悪い鶴は恥ずかしそうに振り返って、さっきね、何かないかと思って沼の中を探していたのさ。そしたらカチンと硬いものが口に触ったので慌ててくわえたらこの笛だったのだよ。なんだろうと思ってね、いろんな風にくわえていたらふと竹の小さい穴からきれいな音がしたのさ。もうお腹の空いたのも忘れてこれを吹いていたのさ。まあそうでしたの。とても綺麗な音色でびっくりしました。なんだか昔の楽しい頃のことが浮かんできてとても気持ちよくなりましたわ。笛の音色があまり綺麗なのでお腹の空いた2羽の鶴は今まで食べることばかり考えていつもくよくよしていたことがバカバカしくなりました。自分たちを置いて勝手に飛んでいってしまったたくさんの鶴たちを恨んで、二人は毎日愚痴ばかり言っていましたけれど、笛を拾ってからは笛の音色があんまりきれいなので、二人は乏しい食べ物にも満足して、お話をすることは楽しかった思い出話や、遠くに行った鶴たちが幸福であればいいという話ばかりになりました。ねえ、私は笛の音色を聞いているとこんな惨めな年ばかりじゃなく今にとても法然の続くいい年も来るような希望ができて少しもがっかりしなくなりましたわ。今日は少しちょっと遠くまでお魚を探してきますから時々その笛を吹いてくださいね。お嫁さんの鶴が言いました。ああいいとも、怪我をしないように言っておいで。お嫁さんの鶴はすぐ飛び立っていきました。しばらくすると小さい沼のところへ来ました。沼の上に時々水しぶきがしています。おや、なんだろうと狙いをつけて飛び降りると、今まで見たこともないたくさんの小魚が群れをなしているところがありました。お嫁さんの鶴は胸がドキドキしてその魚を取りました。
早速お土産を作って笛の音色の方へ旅立ちますと、西の方から子供の鶴を三羽も連れた夫婦の鶴に会いました。おやま、ずいぶん久しぶりですね。どうしたんですか？お嫁さんの鶴が尋ねますと、ええ、ひどい目に遭いましたよ。どこへ行ってもいいことはなく、とうとう私の子供は二人とも病気で死んでしまいました。どこかいいところはないかと思って方々をさまよっているところへ、なんとも言えない綺麗な笛の音がするので、きっとあの笛の鳴る方にはいいことがあるに違いないと思ってやってきたのですよ、と申しました。まあそんなに笛の音が遠くまで聞こえるのでしょうか？あれは足の悪いうちの主人が吹いてるのですよ。お嫁さんの鶴の案内で飛んで行きますと、自分たちの見捨てた村だったのでびっくりしました。お嫁さんの鶴は笛の音色を長い間聞いていましたので、心の中が広々として、どんなに自分たちが困っていても他のものに施しをするのは気持ちのいいものに思うようになっていました。早速さっき取ってきた魚を夕食に出して、旅疲れのしたお腹の空いている鶴たちに食べさせてやりました。足の悪い鶴もお嫁さんの鶴もほんの少し食べたきりで、遠慮しないでお分かりなさい、たくさん食べて元気を出していってください、としきりに勧めましたので、鶴の親子は涙ぐんでしまいました。たったこの間まではみんなで食べ物を隠し合って自分たちのことばかり考えていた鶴たちは、寄ると触ると食べ物の喧嘩で、中にはお互いを騙したり傷つけ合ったりして血なまぐさいことばかりで、鶴たちは食べ物のことと一緒に精神的な心配で、今日は楽しいという日は一日だってありませんでした。みんなガヤガヤと群れをなして、弱いものを脅かしては少しの食べ物も取り上げて強いものが威張っているのです。鶴の子供たちも自然に気持ちがすさんで、大人の悪いところばかり真似るようになって、汚い言葉遣いで喧嘩ばかりしていたのです。あんまり飢饉が続いたので、みんな村を捨てて出て行ってしまいましたけれど、今は帰って以前より平和になり、七羽の鶴はどんなことがあっても望みを捨てないで、ここで元気に働いて暮らしましょうと話し合いました。鶴のお嫁さんの案内で魚のたくさんあるところを見つけましたので、七羽の鶴は質素な気持ちでいつも楽しい食事をすることができました。ある夜、あんまり美しいお月様で金色の光がこうこうとあたりを照らしていますので、足の悪い鶴はまた笛を吹きました。三羽の子供の鶴はお月様へ向かって歌を歌いたくなりました。きれいなきれいなお月様、小さい鶴が歌いました。すると中の兄さん鶴が、生まれた村が一番いいと歌いました。上の兄さんは、気持ちのいい夜だね、何を考えても楽しいねと歌いました。子供ずるのお母さんはのんびりとして、本当に私たちは幸せになったのね、お前たちがガツガツしなくなっただけでも帰ってきてよかった
おつつあもこうさんもみんな帰ってきてくれるとにぎやかになっていいのにね、と申しました。鶴のお父さんは一服タバコを吸いながら、足の悪い鶴の笛の音に聞き取れていました。笛の音色はピヨロピヨロと涼しげな音色を立てています。あら、なんだかにぎやかな羽音がしますよ。誰か帰ってきたのでしょうか。やがて金色の空から1羽2羽3羽4羽、村を捨てていった鶴たちが笛の音色に誘われて戻ってきました。誰も威張らないでみんなで分け合って食べ合う気持ちならば帰っていらっしゃい。足の悪い鶴が申しました。帰ってきた鶴たちは喜んで涙を流しました。それからはみんなで働きに行ってみんな仲良く分け合って食べました。にぎやかな美しい鶴の国は今もどこかにあるのでしょうか。きれいな心がいつもいい、貧しくても心は豊か、みんなで分け合ってみんなで働いて、いつもきれいな心でみんな愛し合って行きましょう。鶴の笛はいつもそう言ってピヨロピヨロと優しく鳴っていたのです。